時は元禄、場所は江戸、長屋の路地を一人の男が駆けていた。大変だ、大変だ、ご隠居、大変だ。なんない想像しいね。この忙しい大晦日の日に。おや、誰かと思えば熊公開。どうしたってんない、そんなに慌てて。大変なんです、ご隠居。だから何がない。ぜいぜいと息をつく熊、でっちどんが差し出した秘釈の水を飲み、ようやくことの司祭を話し出した。SCP-682 が、江戸に来るんです。え？なんだって？だから、SCP-682 が江戸に来るんです。ああ、熊よ、落ち着いて、まず順を追って話してくれんかね。一体どこからそんな話を聞いたんだね。慌てる熊をなだめながらご隠居は、額に嫌な汗が滲むのを感じていた。へえ、ですね、今しがたニューヨーク支部のエージェント、イベルから早馬で文が届きまして、それによると SCP-682 を日本に海上輸送するから、美味しい蕎麦屋と、その店に蕎麦を大量に用意しておけってことなんでさ。また急だね。しかしクソトカゲを海上輸送？そんなことができるとは、私も聞いたことがないよ。それがですねご隠居、トカゲの方から、日本で年越しそばとやらを食べて穏やかに新年を迎えてみたい。叶えてくれたら向こう100年間は人間も食わないと約束する、という提案があったそうなんでさ。ニューヨーク支部の連中はそれを信じたのかね。あきれたねー、スキップと真面目に対話できると思ってるのかね。へえ。あっしも最初はそんなバカなと思ったんですが、なんと文にはオフ5の欠板状がついておりまして。なんかの認識災害にでもやられたんじゃないのかね。おい、ハチ公はいるか。へえ、なんでしょうご隠居。おいグマ、文にはどこの港に着くと書いてある。ふんふん。ハチ、ちょいとここに行って、最南の輸送船が到着するはずだから、入港前に海上検査で SCP-682 が乗っているか、本当におとなしく収容されているか、職員に認識災害の疑いがないか確認してきてくれ。ガッテンしようちのすけでさ、飛び出したエージェント、8、機動部隊、5、牛の首、を連れて港へやってきた。わはぁ、あれだな。おい、乗り込むぞ。湯が早いか監視艇から輸送船に乗り込んだハチたち一行は、船員に連れられて SCP-682 の檻の前へやってきた。はぁ、驚いたね。本当におとなしくしてるよ。どういうことだろうね。なんだ貴様。ああ、なんだ。案内役というか、お前さんの面倒を見るために来たハチってんだ。ではよろしく頼む。いやいや待て待て、よろしくと言われても、はいこちらこそ、と簡単に言うわけにはいかんよ。許可されているのだろう。そうなんだけどな。書類によると、年越しそばを満足いくまで食べて、こたつでみかんを食べて、紅白を見て、行く年来る年を見ながらうとうとして、除夜の鐘を聞きながら寝る。というのをクリアできたら、向こう100年は暴れない、ということだが、合ってるかね。ああ。にわかには信じがたいが。まあ確かにおとなしくしているようだし、ちょっと隠居と相談してくらー。こうして江戸の町に降り立つ許可を得た SCP-682。蕎麦といえばこの店と誰もが名を知る浅草の名店を貸し切り、年越し蕎麦を振る舞う運びとなった。しかしこのクソトカゲ、食うわ、店内の蕎麦は愚か、街中の蕎麦の在庫を食べ尽くしても、まだ足りない、とご立腹。しかも満足させられなかったらその場で暴れてやるぞと言い出す始末。さて困ったエージェント、8。オフ5の指示通りとはいえ任務を完遂できなかったとなりゃ今後の昇進に響くことは間違いない。そこで一計を暗示、近所のラーメン屋から木綿を集め、ちょっと変わってはいるが、最近流行っている黄金そばというものだ、とのたまって SCP-682 に食わせようとした。ところが SCP-682 ラーメンについても食通だったためこれに激怒。怒り狂って浅草の街を滅ぼし、東京タワーを倒壊させ、ついに、人の町民が犠牲になったところで財団の収容スペシャリストに確保された。硫酸漬けの SCP-682 を乗せて帰っていく輸送船を見送りながら、蜂はひどく陰気な顔をしていた。ご隠居、今回のこと、日本しぶり時はさぞかしお冠でしょうね。当たり前だ。8、謹慎くらいで済むとは思わない方がいいぞ。一体なんでこんなことになったんだ。へえ、SCP-682 に一体食わせ損ねました。お後がよろしいようで。